しどし。三つ葉の言う通り、全部剃ってみたらどう見ても爽やかなパパだな。さらに黒いスーツで体型をスリムに見せ、サングラスでシャープな印象に。誰の SP？ なんか怖いね。確かにヒゲを剃れって言ったけど、あの頭は何？イエイ。口聞かないどころじゃなくて、目も合わせてやらない。お父さん、元気で頑張ってね。以上です。それじゃあ次はミツバちゃん。あ、はい。おー、パパ大好き。これ双葉の。間違ってカバンに入ったんだわ。ちょっと双葉、もう食べられないさ。どうしたの？いや、の愛がストレートに伝わってくるいい作文だね。俺はバカだ。勝手に嫌われていると思い込んでいた。ミツバ、パパも大好きだぞ。次、双葉ちゃん。双葉ちゃん。私のお父さんは汚くて臭くて最低です。休みの日は一日中ゴロゴロしてぶっちゃけうざい。おならも超臭いのでやめてほしいです。終わり。パパ、パパ、パパ大好き。ふたま、した気がするっすね。